会長とのやりとりを横で聞いていた刑事が、ガクト君、気合入ってるね、と声をかけてきた。すみません、自分はそれしかないですから、と答えると、じゃあ、どんな気合があるわけ？と、にんまり返してくる。覚悟じゃないですか、すべては。と答えると、そうか。なんか、ずいぶん負けん気が強いって聞くけど。と、強烈に覇気をかぶせてくる。まだガキなので、許してやってください。と、笑顔で答えると、じゃあ、とりあえず一緒に飲むか、なあ。となった。すると彼が、ワイングラスに並々とワインを注ぎ、目の前でガッと、一瞬でグラスを開けた。これは完全にロックオンされたな。彼の顔は、至って冷静。感情は抑えてはいるが、かなりの圧が溢れ出ている。警視の横幅は、僕の倍以上はあるが、正面に座っているせいか、圧が大きいからか、体がさらに大きく見える。首や腕の太さなど、漫画バキに出てくるキャラクターでしか見たことがない。普通に飲み合えば、速攻潰されるのがオチだ。僕は、じゃあ、と店の人間を呼んだ。